デビュー戦こそ敗北したものの、その後快進撃を続け、ついには東日本新人王決勝戦まで勝ち進んできた板垣学。決勝戦の相手は学生時代に三慶王負けを喫している強敵、今井京介。学ぶが勝ち上がってきたが、3度勝ったからといって油断はせん。真っ向から勝負あるのみ。僕は自分を信じるしかないんだ。古い因縁にケリをつけてみせる。プロのリングでも同じ結果を出すのみ。いいか学ぶ、新人王は通過点に過ぎん。俺の目標は幕の内さんだ。やるしかない。集中、集中、集中。ラウンド1、はい、フェザー級東日本新人王戦の開始です。
やりましたよ。